まあ、もちろんやってる子どもたちは笑顔になりますし、それを見ている親御さんたちも、あ、うまくいった、うまくいかない、一つのプレーに一喜一憂して共有できる思い出っていうのは非常にこういいと思いますし、でそれがやはりこうだったんだよ、ああだったんだよっていう地域に持って帰ってね、またこうお話しすることによって、あ、いいね、じゃあ今度行ってみようかな、こういう笑顔の輪っていうのがね、地域に広がっていけば、それは本当に素敵なことだなというふうに思いますし、ぜひここで、もらった笑顔をまた自分たちの家もしくは地域、学校、いろんなところで、こう分けていってというか、共有していってもらえたら、本当にこれをやった意義もありますし、いいことなんじゃないかなっていうふうに思います、はい、これ楽しみに来てますからやっぱり自分たちの住んでるところにどんなものがあるかで、こういうやっぱりイベントで来て子どもたちって、あ、こんな美味しいものがあるんだ、でこれが将来ね、やっぱり外に出て行った時にうちの町にはこんな美味しいものがあるんだぜっていう、そういう思い出とともにね、発信できるようになるんじゃないかなっていう気はしますし、はい、僕が個人的に、これだけを楽しみに来てると言っても過言ではないぐらい、このマルシェはね、一つ楽しみにしているポイントの一つなんですけどね、もちろん日本代表をサポートしていただいてるんですけど、まあ、それだけじゃなくてやっぱり日本全国の、まあ、サッカー仲間といいますか、まあ、これからサッカーをする人だったり、まあ、今サッカーもやってる人、全ての人たちと一緒にサッカーをやるっていうところで、そういう場を設けてもらって非常にいいと思いますね。ボール1個あれば、まあ、仲間になるっていうのもサッカーの、ね、いいところでもありますし、まあ、本当にこう初めて会った人たちがこう出会って、でそこでまた一つ絆が結ばれて、まあ、その輪がこうどん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 こう強くなっていくっていうところではすごくいいと思いますね。私宮城に2年間、現役時代のベガルズ宣伝に2年間プレーしてまして、やはりこのすごく宮城っていうところは思い入れがあるところでもありますし、で、まあ、またこういう機会があってここに来ていろんな方々と会って、またそういう昔も思い出して本当にこう、まあ、何かこの地域に、貢献できればいいなというふうに思ってましたので、そういう機会を与えられたことにはすごく嬉しく思いますし、本当に、今も変わらず、まあ、震災もありましたけど、その中でもすごくこう何て言うんですか、みんなが前向きに、元気よく、日々前に進んでる、未来に向けてこう、まあ、生活しているというか、そういうこう活気をねすごく感じました、はい。まあ、僕らだけじゃこういうことはできないんですよね。日本代表のグループだけじゃこういうことはできなくて、この子どもたちにこの育成っていうのはお金がたくさんかかると思いますし、少しでも笑顔になってもらう、まあ、そういうことをするためにはサポートが非常に必要だと思うので、まあ、そういう意味でこういうキリンさんが毎回毎回ね、長い間やっていただくっていうのは本当に僕らにとっても感謝しかないですし、まあ、これからもね一緒にこういうことがやれたらいいなっていうふうに僕は思ってますね。まあ、正直言って子どもたちはその震災があってもう忘れかけてると思うんですけど、でもまだまだそのお母さんとかねお父さんっていうのは心の中にあると思いますから、そういう意味ではそういう人たちに少しでも勇気を与える、で子どもがやっぱり笑顔になることによってやっぱ家庭もそうですし、この地域に対しての活性化っていうものがなされると思いますから、まあ、そういう意味ではサッカーって本当に楽しいし、その皆さんを笑顔にできるものだし、と世界でもね本当に一番ポピュラーと言ってもおかしくないようなスポーツだと思うので、そういうものをね広げていくことと皆さんに笑顔を与えること、まあ、こういうことがやっぱり大切だなっていうふうに思って、まあ、こういう活動に参加してます。僕らが
例えば来ることによってその地域の中でやっぱり噂になる、やっぱサッカーってそういう影響力をこう与えるものだと思いますし、そしてこういう大きなねそのスタジアムで、まあ、こんなイーグランドでできるっていうのはなかなかないことであって、子供の心の中必ず大きくなっても、まあ、あの時秋田に教えてもらったっていうことをね絶対に忘れないと思いますんで、そういう意味では大人になった時も議員さんのことは絶対忘れないと思います。はい。